思いっきり聞いて。その調子。いいぞ。もう一息だ。よし。よかった。まあこの子どうしたの？どこにいたの？男の子だよ。見つけたとこは周防に向かう道のすぐそばだよ。この子の母さんは誰だか見た？死んでたよ。見たことない顔だった。村の人じゃないよ。すぐに父ちゃんに知らせてきな。お城行ってるから。それからおさんまさんも呼んでくるんだよ。大急ぎだよ。赤ちゃんうちにもらおうよ。かわいい。無理言わないの。素敵な母親だよ、アン。よく頑張ったね。赤ちゃんもだ。輝いて見える。君も赤ちゃんも。ありがとう。お花をたくさん。うん。早速電話をするよ。セントポールズアカデミーの校長先生にかしら？このウィリアム・ケインの入学許可を取り付けなくてはね。12年も先のことだけど。墓を開けとけよかった。こいつも朝まで生きちゃいない。なんてひどいこと。どうだ、このテテナシゴは乳首が一つだぜ。神様からの贈り物よ。そのお印だわ。何がお印だよバカな。父親の悪い血がこの子に出ただけのこった。母親もどうせ身持ちの悪いバイタだろうよ。ブアデッコスキエビッチの洗礼に参ります。あなた様のお許しをいただきましたので。パウロ神父が礼拝堂でお待ちだ。この子は神様からの授かり物。綺麗な赤ん坊です。こいつは醜いチビですって。しかも体に血管がある。いいえ嘘です。乳首が片方しかないだろうが。え、悪魔の印ですよ間違いなく。あんた、いや、ご苦労だった。今日はもう車は使わない。お父様、僕もドライブしたいな。乗せて。この次にね。その消耗した顔つきだとまた息子に追い越されて焦ってるな。読み書きではちょうど互角ですが、いや数学では教える方の私が遅れを取ってます。おばあ様が買い与えた計算弱にはかないません。ねえ試してみる。うん、後にしよう。一月授業を休んだらどうだ。追いつけるかな。きっと互角以上に。結構。じゃあ旅行に出よう。では一月後にまた。失礼します。失礼。旅行ってどこへ。後で話す。俺の本で返せよ。俺の本で返せよ。あんた、やめなさい。返せよ、俺のだよ。どきな。起こせよ。いじめるとひどいわよ。本を返して。助けなくても勝ったのに。そうだけど、何の本？ポーランドの歴史の本。
先生に借りたんだ。ひどいやこれ。大丈夫、私が先生に話してあげるから。ヘレナ、ヘレナ、男爵様だ、早くしろ。こんなところに悪く、お前は目障りだ。フロレンティナ連れてけ。いや、いてもらう方がいい。実はその子に用があって来たんだ。村の学校へ行って教師に話を聞いた。悪さでも。いや、そうじゃない。教師の話だと学業は優秀でクラスで一番だとか。その通りです。うちの息子のレオンがその子とちょうど同じ年頃なんだ。頭はいいが競争心に欠けるというのが家庭教師たちの意見でな。そこで考えたんだが、どうだろうな、ブアデクを城に引き取れまいか。レオンの勉強仲間、そして友達としてだ。行きたくないよ。バカめ、ありがたくお受けしろ。フロレンティナも一緒でなきゃいかない。うん。それでこの娘がフロレンティナか。どうかご心配なく、ブアデクは明日の朝必ずお城へ行かせますです。台所で真面目に働いてくれるなら使ってもよいが、それでどうだ。うん、よし、決まった。この記録は信託課に移した方がいい。新しい取締役が着任するまでの間。私もそれがよろしいかと存じます。ロンドン支店が順調で安心した。あなたの手腕によるものだね。私がお役に立てたとすると、全て亡き父上のおかげですよ。計算が得意なだけの若造だった私を取り立ててくださった。ラテン語だろ。運命は勇者に微笑む、そういう意味なんだって。君は勇敢？もちろん。君は？多分ね。彼は勇者だ。ポーランドの愛国者コシューシコと共に戦ったんだ。大きくなったら僕らもポーランドのために戦うんだ。はしかだって？初めは旅の疲れかと思ったんですけど。残念だな。きっと誤診だ。ボストンの先生に見てもらうよ。いや、鏡を見れば誤診でないことが一目でわかるよ。私は先に戻るから、お母様と後からお帰り。つまらない。急ぐんだ。銀行が投資してるローレンスの綿布工場がストに入ったんで。そう。私も残念だわ。お父様だけが新しいお船に乗るのよ。タイタニック号？うん。最新設備の豪華船でしょ。なんだか心細いわ。この次は3人で乗ろうね。だいたい処女航海では舵をいじらせてもらうのは無理だよ。当家の先祖ユーゼフ・ロスノフスキーはモスクワから撤退するナポレオンの軍を支援して戦い、およそ2万のポーランドの兵と共に死んだ。何年のことかな。1812年。そうだ。その年から我が祖国はロシアおよびオーストリア、ドイツの三国に分割占領されてきた。また戦争が起こるって先生が言ってるけど本当？このポーランドを戦場にしてな。今度こそ神のご意志が我々を独立に導いてくれると確信している。どこについて戦うの？ロシアだ。ニコラス皇帝がすでに約束してくれている。ロシアと共に戦えば自由を返そうとね。敵に立ち向かうのに我々の力を頼んでいる。大丈夫？ロシアが勝ったとしても皇帝が約束を守ると思いますか？
安全な船だったはずなのに嘘じゃないか。どうしてさ。誰もが信じられない思いをしてるわ。予想できなかった事故なのよ。こんなのひどすぎるよ。落ち着いて。あなたは男の子でしょ。強いはずよ。お母様を守ってくれなきゃ。あなたは今から一家の柱なの。お父様の代わり。わかるわね。頑張りましょう。なぜイギリスは首を突っ込んだりしたのかな。フランスとドイツを好きなように戦わせておけばよかったものを。植民地問題のためだろう。私は戦争による景気の上昇を狙ったと見るな。その点は同意見だ。だが私ならもっとうまくやるね。直接介入せず武器の供与だけを行い、両国が疲れた頃に収拠に乗り出す。なかなか政治家だ。気を悔やすでよ。なんで、そろそろ彼女も殿方が欲しい頃だわ。あなたのような君の世話好きには呆れる。いいから任せてちょうだい。案件よ。デイビッド・オズボン、あなたに一目惚れなんですってよ。ミリー。ん？実はそうです。どうしましょう。私ご迷惑なら。それはないわ。3年も喪に服せば十分よ。強引すぎるな。推奨するわ。ボストンでもとびきりの独身男性よ。さばけてるのか。まるで鳥持ち屋だ。うまいことおっしゃいますのね。飲み物でも。ご一緒に。ご主人を存じてます、まあ、ハーバード時代にね。あ、もらおう。どう。つまり私が2年の時にご主人は卒業されたわけですが、憧れてました。生徒会長にも選ばれた立派な方でしたよ。どう。ミリーの話ではご子息はお父様にだとか。もうそっくり。ぜひ会いたい。今寄宿舎ですわ。ああ。戻った時にでも。ワルシャは3日前に敵連合軍の手に落ちた。ワー軍はビストゥーラで敵を食い止めようとしたが失敗した。やむなく撤退中だ。君たちはグロ殿の別荘へ行け。支度をするんだ。温かい衣類と本を忘れずにな。急げよ。大丈夫だ。
落ち着いて。どこだ、レオンはどこだ。レオンは死にました。殺されたんです、僕を助けようとして。ご安心を、僕がお守りします。私たちどうなるの。みんなで生き抜くんだ。でもいつか必ず出られる。どうぞ。ウィリアムったら、ちょっと挨拶に来ればいいのに。勉強が忙しいんだ。オズボンさんはお友達になりたがってるのよ。なぜ嫌うの。お金も払わずに高級車に乗り回す、知らないことを知ってるふりするもの、嫌いだよ。私の友達をそんな目で見るのはへそ曲がりだし、あの方に失礼だわ。お母様にはあなたが一番大事。彼のことを分かってあげて。いいわね。まあ無理もないな。彼は母親を取られるかと嫉妬してるんだ。あなたの悪いわ。まだ子供だ、分かってくれるよ、時が来ればね。いい？ミリーのご亭主からあった仕事の話だけど、ええ、断るつもりだ。定職に就くのが嫌なの？まだ落ち着きたくない。イギリスへ行って入隊するよ。なぜ？よその戦争でしょ、関係ないわ。いずれ参戦する、先見の目を見せたい。心配しないで、君のところに必ず戻る。じゃあ行くよ。バーデック、バーデック、食べなくてはもう無駄だ、分かってる。ルドビック、アルフォンス、男爵様、ポーランドの定める法に従い、その法たちに遺言の立ち会い人を申し付ける。バカなこと。私の死は迫っている、これは確かなことだ。違う、兵士たちの話では戦争の終わりも近い、我々は解放されます。もう少しです、どうか希望を持ってください。男爵様、その法たち、ルドヴィック、アルフォンス、遺言の証人になることを誓ってくれ。誓います。誓います。私、アベル・ロスノフスキー男爵はここに遺贈するものである。我が全領地と権利と、我が息子ブワデクに、ここに我が決意の証として授ける。
腕を誇りを持ち身につけよ。バーデック、よく聞くのだ。お前は私の息子だ。そんな実の息子なんだ。お前の胸には血管がある。私と同じだ。乳首は片方だけだ。私はお前の父なのだ。男爵様、どういたします？父を埋葬する。レオンのそばに私の兄を。アンペー、来てくれ。影は全くない。静まり返ってる。置き去りにされてここで皆死ぬのでしょうか？誰もここで死なせたりはしない。私が約束する。みんな出ろ、急げ、グズグズするな。
ド兵？ロシア兵だ。助けてくれるの？上がってろ。上がってろ。やら。責任者は誰だ？この土地は私の領地だ。だから諸君は侵入者だ。何だと？この城の者で領主らしいです。貴族ってわけか。今時無用の長物だ。虫けらさ。貴族様は結構な香水をつけておいてのようだ。水浴びをさせろ。偉そうな顔をすると痛い目に遭うぞ。バカ野郎、でかい面すんな。分かったか。みんな川の方へ歩き。私たちを引き離したりしないわよね。大丈夫だ、いつも一緒だよ。よし、ここは決まりの場所だ。やろうぜ。止まれ、列を乱すな。監視を怠るな。女はこっちに。言う通りにしろ、こっちだ。さあ行け。女は来い。うわっ、ワーデック。動くな。女はこっちへ出ろ。早くしろ。いろ。いいな、今水浴びをさせる。お前はこっちにいろ。女たちは待て、男が先だ。よし、川に入れ。さあ、ばあちゃんも入んな。こっちへ来い。可愛がってやるってんだ。いや、ワーデック、フロレンツだ。おい、手を貸せ。おとなしくしろ。フロレンツだ。いい思いをさせてやるってんだ。やめろ。まったく背を焼かせる女だぜ。大丈夫ですか、男爵様。しっかりしてください。がっかりだ。死体とはやれねえや。フロレンティナ、フロレンティナ、しっかり、どうした、フロレンティナ、フロレンティナ、目を覚ませ、ワデックだ、フロレンティナ、答えてくれよ、フロレンティナ。なんとか言えよ。フロレンティナ、幸せ。ああどうも。これでウィリアムが来てくれたらなお幸せだったわ。もう黙って。
はどこなんだ。奴らの話を聞いたがシベリアの収容所らしい。止まれ、止まらんと撃つぞ。ちょっと見て、グッドビーク、動くな。これを見ろ。あいつのような目に遭いたいか。え、勝手な行動はするな。行け、待ち見をするな。さあ乗り、貴様もだ。さあ乗れ乗れ。一晩に三人も四人も奴隷を減らしていいものかどうかをな。元の場所に戻れ。これ以上騒ぎが起こすな。新しいパパは誕生日のお祝いをくれた。僕には父はいないよ。気の毒に僕の父を貸そうか。おはよう、ブリカードさん。どうもマシオさん。妹のスーザンも君に大いに興味を持ってる。
恋人にどうだって勧めといた。そしたら何て言ってた。誕生日おめでとうってね。こんなのでいいのかな。試してみよう。ああ、いいか、よし行こう。おいいよ。おすごい、見事に飛んだよ。もう一つ試そう。よし。ああ、君がケイン君か。父上にそっくりだ。父がここに伺ったんですか。ああ、君の大叔父さんと一緒にね、当銀行の役員だったので。で、君の目標は。息子の勉強相手だけでは才能がなくだろう。生徒会長になり、首席でセントポールズを出ること、そしてハーバードのハミルトン記念奨学金を取ることさ。父上のようにか。どうもうちの息子がバカに見えてしまうな。ハーバードを優秀な成績で出た後はケイン&キャボット銀行の頭取かな。希望としては、実は夢があります。マシューがこう引き継いだら、両方合併し東部一の大銀行にしたいんです。聞いたか、マシュー。この2年間聞かされっぱなし。大きな夢だ。実現を望むよ。君だけでなく、マシューのためにも、私にとってもそれに勝る喜びはないよ。あなたのご質問の件ですが、父上の遺産についてデイビッド・オズボーン氏は一切の請求権を持ちません。これは明白です。ただあなたの母上に残された分、つまり50万ドルについてですが、これはご本人の裁量で使えるわけです。調査ですと、母上はその全額を過去18ヶ月間にケイン&キャボットから引き出されています。使い道については不明ですが。金の渡った先の検討はつきます。またあなたに残された多額のものについてですが、青年に達した時はどう使おうと自由です。ただそれ以前に元金は動かせません。元金が生む利息については、今や相当な額になってますな。さよう。この分は投資可能です。ただ遺産の受託者全員の同意が必要です。ケイン&キャボットの頭取のロイド氏、あなたの名付け親のミリー・プレストン、そして母上です。最後に、オズボーン氏の事業の方は最近どんな計画を。現在彼の不動産会社は市の病院建設の契約を取ろうと動いています。率直に言って、40万ドルという大きな保証金はオズボーン氏の財政能力を超えると思われますな。わかりました。調査には満足です。役に立ちました。ところでケインさん、私にはどうも不思議なんですよ。銀行関係からもっと立派な法律事務所もご利用になれるはずだが、なぜ私どものようなところに足を運ばれたか。こんな小さなところに。あなたは訴訟事件で父の弁護士をへこましたことがおありでしょう。
父は勝利者が好きでした。敬意を込めてあなたの話をしてました。またお会いできると思います。どうも失礼を。実際には父上は存じ上げないが、ご子息のあなたに会ってみて父上の立派さが忍ばれますよ。ありがとう。私の名は書きませんが、お知らせすることは明白な事実です。ご主人はあなたを裏切り密通しています。それもあなたが親友と信じるミリ・プレストンと。アン、どこだい。気分はどう。少しだるいわ。疲れたのか動くとめまいがするの。僕が行けなかった。書類にサインなど頼んだからだ。それで気分が高ぶったんだろう。大事な体なのに。愛してるよ、アン。本当？ん？僕だって一応事業家の端くれだ。確かにここ数年順調ではなかった。だからこそ今度の病院建設の契約は取りたいし、そのために奔走している。忙しすぎてあまり君を構えなかった。だからといって僕の愛を疑うのはひどい。書類はサイン済みよ。机の上にあるわ。そんなものはどうでもいい。アン、ワインでも開けようか。暖炉の前に座って書類や契約のことは全部忘れ去ってゆっくりくつろぐんだ。どうだい。久しぶりに二人だけの時間だよ。あ、いや、三人だ。いいね。はい、どうなった。今ホテルよ。待って、ミリーが話したいって。明日電話するって言って。伝言はある。何かあったの。あ、いや、何もない。少し疲れてね。早めに寝るところなんだ。電話しなかったら私待ちぼけ食うとこだったわけ。そうだ、じゃあ明日。おやすみ。治りかけた傷口をわざと開けるとは呆れたよ。そうするほか医務室へ来る口実がない。私は脱走はしない。諦めた。そんなバカな。一緒に計画を立てたのに。とても無理だ。やる気なら必ずやれるよ。
ここにいたら死ぬしかないんだ。1年とは持たないだろう。一か八かやるんだ。ダメだ。一人でも結婚する。あんたの助けが欲しい。裏地に200ルーブルの金を縫い込んである。古い地図もな、地名は多少変わってるだろうが、これを頼りにオデッサまで行き、そこから船でトルコへ向かえ。長い困難な旅だが、ロシアを出たら自由な世界がある。これを俺の印に受け取って。貴族の紋章はここでは無用の品だ。炊事トラックが定期的にイルクーツクまで行くんで、君はそれに便乗しろ。料理頭を抱き込んで少々の薬をやってな。一緒に行こう。なあ、モスクワ行きは囚人列車がついて囚人を降ろすまで発車しないが、チャンスはごくわずかだ。隙を見て素早く乗り込め。止まれ、おい止まれ。脱走者だ。逃げられるはずもないのに。あなた収容所から逃げてきたのね。切符をどうぞ。お願いです、列車を降りるまで見逃してください。
切符を。切符を拝見。連れです。私の甥だわ。どこまで行くの？計画ではなんとかオデッサ行き、そこからトルコへ逃げようと。幸い夫はモスクワ行きの助役をしているわ。オデッサ行きの便宜を図るようよく頼んであげましょう。神のご加護をお祈りしているわ。なぜです？同じ年頃の甥がいたの。進学校に通って勉強してた。でもその子は収容所で死んだわ。国賊の汚名を着せられて。うちのはうまいこと保証するよ。欲しいなら先に金出しな。使えないよ。この札じゃ俺んじゃ売れない。行きな。これは金だ。ちゃんとした金だ。使えないと言ってんだ。頭いかれてんじゃないのか。さっさと行けよ。商売の邪魔になるから。頼むよ。腹が減ってる。食べてない。何？腹ペコだ？俺のせいじゃないぜ。恵んでやる義理はない。行けよ。さっさと行け。相手する暇はないんだ。ダメだ。おい、盗人だ。捕まえろ、盗人だ。パンはいかが？パンはいかが？何を盗んだ？腹ペコでオレンジ一個な。アホめ、俺の手は宝石を盗んだ。お前はオレンジ一個で手をなくすのかよ。
待て。待て。処刑は待て。少しの間待て。君は誰だ。ワデク・コスカヤビチ、ポーランド人です。すぐに釈放しろ。この者を裁く権利はない。釈放するんだ。さもないと我が国の大使館から厳重な抗議が行く。早くしろ。私と一緒に来るんだ。道を開けろ。追っ手の来ないうちにポーランド領事館へ行くんだ。急げ。私の話したことは事実です。嘘はありません。信じるとも、ブワデク。だが遺言の立ち会いには二人とも死亡している。しかも男爵の領地は日々激戦が行われる戦場になっている。私は国へ戻って敵と戦いたい。祖国ポーランドのために。私は君にアメリカ行きを勧めるね。できるだけ早くこちらでビザの用意をしよう。なぜ私がアメリカへ行くんですか。ポーランド国民です。そうだと思う。君は祖国と共に苦難の道を歩かされた。新しい国アメリカへ渡り再出発をしたまえ。ポーランド人はしたたかだ。その民族精神はどんな強力な敵も滅ぼすことはできんだろう。私はきっと戻る。何があってもいつの日か必ず戻る。銀行の頭取としてご存知でしょう。僕の信託資金の条件を。いかなる投資も秘密であり、受領者も金の出所を知り得ないという点です。今度の場合、母上は柔軟な考え方をされている。それもつまり家族への融資ということなのでね。デイビッド・オズボンは家族ではない。僕が信託を管理することになったら、父のしたように規則は厳しく守りますよ。規則だけが全てではないと思うがね。どのみち21歳までは君には金を動かす権利はない。でも事実を言う権利はありますよ。オズボーンには病院建設の契約は到底取れませんよ。あの男には市の職員への贈賄容疑があり、そのことは公表されないでしょうが、業者リストから外されました。落札するのはカークブリッジ不動産でしょう。その情報源はどこだ。それは勘弁してください。他にも爆弾を持ってるのか。パッドの前か後か、どっちに。後だ。どうぞ。いただきですね。20ドルの価値です。分かってる。どうやら時期が来たようだな。ウィリアム、対等の付き合いをしよう。いちいちロイドさんなんて呼ぶな。私を呼ぶにはアランでいい。ところでアラン、これは道徳上の問題も含むんですがね、僕の財産受託者のうち二人がオズボーンと寝ている。なんてこと言い出すんだ。噂は聞いてるでしょう。オズボーンとミリー・プレストンのジョージは今やボストン中の者が知っていますよ。いい結果ではありませんでした。こうした調査では何もない場合が多いんです。奥様方どうもご主人を疑いすぎる傾向がある。コーヒーでも。いいえ、結構です。しかしこの場合は事実でした。
妊娠中のあなたに申し上げんのはつらいが、相手の名前はミリー・プレストンです。密会の時間と場所も。いいえ、その必要はありません。手紙の差し出しには分かりましたか。フラワーズって名前に心当たりは。やはり多分復讐をしたかったんでしょうな。この人はルビーフラワーズって女性で、年齢は53歳でしたか。さよ、裕福な未亡人で、あなたのご主人と婚約までしてました。あなたに会う前です。ああ奥さん大丈夫ですか。気を確かに持って落ち着いてください。ショックは分かりますが。大丈夫、失礼するわ。歩けますか。いや、階段の下まで送りますよ。いえ、一人で行けますか。本当に。ありがとう。そうですか。商売とはいい、ことを暴くってのは嫌なもんです。私も同感よ。銀行へ行ってちょうだい。はい、奥様。ああ、どうしました。しっかり。ああ、始まった。病院へ行ってちょうだい。わかりました。急いで。すぐに。苦しい。ウィリアム、早く来てちょうだい。ウィリアム、どこなの。君は学校へ戻るよ、マシュ。こんな時に帰れるかい。残念だ、ウィリアム。手は尽くしたが、お母さんはたった今亡くなったよ。赤ん坊は女の子で死産だった。高血圧の病歴があるし、妊娠は危険だと忠告しておいたんだ。お二人とも子供を欲しがった。定期的に診察して今まで順調に来ておいた。だから今日の急な変化は私には驚きだ。血圧が突然上昇したんだ。それに病気と戦う気力がお母さんには全くなかった。少し外歩こうな。口を聞きたくなきゃ黙ってるよ。感慨無量だよ。君の誕生をお父さんに告げたのはこの部屋だった。私としてもただ胸が痛い。オズボン氏に連絡したいが、どこだか分かるか。僕から伝えますよ。アン、帰ったよ。なんだ、君なのか。学校はどうした。アンは。母はさっき病院で死んだ。何のことだ。赤ん坊も死んだ。そんなバカな。どこにいたんだ。ミリー・プレストンのベッドか。やめろよ、生意気な口を聞くんじゃない。ユリアン、やめろ。落ち着け。焼いてるんだ。だから私は憎いんだろう。母親の愛が移ったのはこいつには我慢ならないんだ。この家を出て行け。今度もし我々の周りをうろついたら、貴様が母や僕から盗んだ金の行方を徹底的に追及する。今出て行けば過去には目をつぶってやる。
覚えとくんだな、坊主。この礼は必ずするぞ。吠え面かくなよ。やってみろ。その時は貴様を殺してやる。まだ5日はこの船の上で過ごさなきゃならないんだ。俺はあと5人は物にするつもりでいるぜ。物にするってんだ。意外に可愛いんだな、お前。たくましく生き抜いてきた割にお前さん、女も知らないのかよ。女のことなら俺がお前の教育係になった。ザフィア、こっちへ来いよ。バカなことすんな。いいかな。リエジが呼んでるわ。行けば。ちょっと会いましたら。チャンス恥ずかしいわ。あんた来なさいよ。ちょっと順調ぶっちゃってる。紹介するよ、ザフィア。俺の親友なんだ。ボアデク・コスキエビッチ、男爵だぜ。私と踊りたくないの、あんた。そうじゃないが。踊れないから踊らないの？それとも男爵だからかしら？違うよ。男爵は出任せだ。ただ君の気を引くためにかっこつけてそう言ったんだ。なぜわかる？直感みたいなもの。近づきがたい感じがあるわ。私シカゴ行くの。踊ろ。アメリカでの生活が不安みたいだね。あんたはどう？全然。アメリカで大成功してやる。二人っきりになりたい気分だわ。もっとあなたに近づきたいの。
心細くはないよ。僕がニューヨークに落ち着いたらシカゴで君のところまで会いに行くから。分かってないのね、ブアデック。そういう意味じゃないわ。気をつけた方がいいと思うよ。いいえ、あなたたちは紳士ですもの。何が何でも一緒に行くわよ。とにかく試験地獄の後で口走る誓いは無効だからね。どんな誓いを考えてるの？ご希望のはどんなの？こんにちは。名前は？ウィリアム・ケインと言います。車の持ち主です。ウィリアム・ケイン。どうも不注意でした。ウィリアム・ケイン。さてケインさん、これは違法駐車ですよ。もし今火事があれば消火活動の妨害に。あなた誰かな？弁護士のサディアス公園。この件は私が引き受けます。あなたが？まず第一に、あなたの非難は仮説に基づく車と消火栓の位置からの憶測に過ぎない。第二に、あなたはケイン氏を有罪と決めつけているが、消火栓の前まで運転してきた者がすなわち車の持ち主とは限らない。最後に、これが最も大事だと思えるが、警官といえども人情とユーモア、消防車も出ていない現状からしてケイン氏は無罪放免と願いたい。ハーバードの最終学期を楽しませてやろうじゃないですか。コーエンさんか。あんたの弁護には負けた。役者が上だ。言ってよろしい。見なかったことにする。どうも助かった。会ったことが？会ったのは父ですよ。もう何年か前だけど、公園法律事務所で。君がお父さんの後？うん、卒業証書をもらい次第ね。あなたが依頼者第一号だ。差し当たり顧問料として食事をおごらせてもらうよ。みんな乗れ。いや、スーザンも後ろの席だ。サディアスが群がる女どもの相手をしてくれて助かるよ。一人は我が妹だけどね。よし。ついにアメリカだ、ブアデク。いや、僕は名前を変えたよ。係官に名前はアベル・ロスノフスキーだと名乗った。アベル・ロスノフスキー男爵だってな。アベルか。俺はジョージ・ノバクにする。友達になれて嬉しいよ、アベル。お待たせを。どうぞ奥様。ありがとう。空いた皿はすぐお下げしろ。給仕。お客様。コーヒーだ。ただいま。ひどい席だけど、男子用トイレのそばでないだけマシと言えるわね。
こは調理場への通り道だな。そうだろう。はい。このホテルには公園に面した部屋もあるのに、一週間も滞在して裏手の部屋ってどういうこと？パパが誰なのか身分を明かしてやったらどう？ホテルも商売だ。いい客を重く見て当然さ。常連客の肉の一番うまい部分を取る。違うか、ロスノフスキー。他にご用はありませんか？いや、もういい。なぜ名前を知ってるの？何か魂胆があるのね。興味を持ったんでちょいと調べた。なかなかのやつだ。経歴もすげえが仕事っぷりも半端じゃねえな。パパったら奥に丸出しだわ。いいか、娘は金かけても大学へやってレディーに仕立てる価値はあるさ。だがこのじじいの手遅れだ。球児、何か葉巻を頼む。すぐに。少々気の早い前祝いだが、明日の朝株式市場でこのニュースが発表されたら10分後に株価は2倍に跳ね上がる。受け合うよ。お望みなら私の首をかけてもいいな。あの口ひげの紳士の名前は？ああ、ウロアスさんだ。自宅にまで電話して申し訳ないんだが、明日の朝一番で買い付けてほしい F&W ウロアスの株だ。私の口座の限度いっぱいまで。できればこいつは取引所が開く前に頼む。いやー、これは私の単なる勘なんだ。ハーバードでのナイトを2人も従えるなんてとても贅沢な気分だわ。おい、ウィリアムどうなんだよ。妹と結婚の意思はあるのか？男らしく吐けよ。軽くは言えない。兄さんは無関係よね。君のセックスライフの秘密は黙っててやるからさ。ああやだ、金庫買って下品なのね。まあ、ウェディングベルは簡単にはならないぞ。だいたいこの男は30までは結婚しないつもりでいるんだ。もうやめろよ、マシュ。待つわ。来たな。こんにちは、ロイドさん。父さん。スーザン、しばらく。こんにちは。嬉しそうだね。そうなの。どうも遅くだ。途中銀行の経営論に熱中して足が鈍ったので。どうだかな。とにかくマシューの卒業は喜ばしい。おめでとう。ウィリアムもだ。ところでハーバードの卒業祝いは紅茶とケーキで行うのが普通だ。我々も伝統を守るかな。ぜひと。つまりボストンティーパーティーの流れだ。オックスフォードの伝統はきっとスコッチとソーダだ。球児。ウィリアムは学長数学賞を受けたのよ。すごい名誉だわ。何を？大学の卒業祝いだ。紅茶とケーキを頼む。かしこまりました。まあ僕がもらえるとしたら恋の手札賞ぐらいだな。ふざける人嫌いよ。この待遇改善もポーランド人給仕のおかげ。あの男ならこれぐらいの気は利かせるさ。我々の不満を聞いてたんだ。私は部屋の不満も言ってるわ。そっちは聞き漏らしておいたね。食事の前の一杯の酒まで禁止だ。情けない。不粋というより異常だよ。だが禁食法はない。まだ今のところはな。腹ペコでもあるし、二人前食うとするか。わかった。いつも胃袋が満杯だから海洋も入れないんだわ。もうできてるさ。
胃に悪いのは買い物のツケだ。怒らないで。お前は気苦労の種だ。美人だがね、死んだママにそっくりになった。もし弟がいたらパパにそっくりだったと思う。すごく可愛くって。秘書役だけはちゃんと果たせよ。ウィリアム、急なことと思うかもしれないが、この内輪の席を借りて特別な発表をしたい。重々しいな。怖いみたいだ。受けてくれることを願うよ。役員会にも諮った。君をケイン&キャボットに迎えたい。取締役としてね。すごいぞ。どうウィリアム、誇らしい気分でしょう。私が引退する頃には銀行内での実験もできるし、後任の頭取の選出にも参加できるだ。もちろん君にもチャンスはある。喜んで OK します。これはどうも失礼を。いや、僕は悪いんだ。ここでは求人に手錠をかける規則なのかい？反抗的なものにだけです。失礼を。素敵だわ。私、あんな感じのお電話が欲しい。ねだったぞ。僕は銀行家であって給仕じゃないんだ。ウィリアム、おめでとう。お呼びですか？知りたくてね。誰が我々をスラムから救い出したのかを。勝手ながらお部屋の方も移っていただくよう手配済みです。お荷物などは昼食の間に移動いたしますので、公園の眺めがお気に召すかと思います。お嬢様、勤務が終わったらその新しい方の部屋へ来ないか。私はリロイだ。どうやら党に調査済みらしいな。デイビス・リロイ様、伺います。生まれはポーランド、自称ロスノフスキー男爵、ロシアの収容所を脱走し、空のポケットに野心だけを詰めアメリカへ来た。生まれはテキサス、先代が残したリッチラングループと称される7つのホテルの所有者。コロンビア大学の夜学で勉強した経済学が探偵に役立ったか。いいえ。しかしリチラングループの業績不振の理由を知るには大いに役立ちました。特にシカゴリチランにおける赤字の仕組みを知る上では。待てよ、簡単に結論に飛びつくな。だが赤字の原因の一つは明白です。そりゃ何だ？監督の不行き届きです。無謀な企てが多く、いわば不健全経営です。いいおるな。儲けるには投資は必要だろう。他の調査はどうだ？私の知るところでは2週間前にシカゴの副支配人が辞職をしています。辞職だ？冗談言うな。挨拶もせずに消えたんだよ。あなたは今考えている。その男の後釜に私を据えようと。どうです？どうやら先手を取られたよ。次の指し手は早く男爵を引き抜くのね。グズグズしてると高値がつくわ。食事付きで週休30ドルだ。週休40ドル。それに私が仕事に就いたことで上がった利益の増収分の 5% を。前例がない。そんな契約が他の支配人たちに知れたら大騒ぎになるんだ。黙っていれば分かりませんよ。なんてやつだ。だが愉快だ。お前を気に入ったよ。共産主義者どもと折り合わんはずだよ。生来の資本主義者だ。私たちは同類ですね。
さあ、今夜は盛大に祝おう。シカゴ・リッチランの副支配人の門出だ。いいか、シカゴ・リッチランだぞ。おい、シカゴならザフィアがいるぞ。覚えてるだろ、会いに行けよ。ザフィアか、もう結婚して子供もいる頃だ。この国の象徴だな、大ホテルってのは。アメリカ人の城だ。行っちまうのか。借金する相手がいなくなる。待ってろよ、ホテル界の大物になったら必ず君を呼ぶからな。ではレッサーさん、忘れんな、目標はレスター・ケイン・キャボットだぞ。いつの日か二人の銀行か。誰だ。知らないが、どっかの銀行の新しい取締役さ。とにかく今日は彼にも僕にも記念すべき日だ。